トルコのユーロビジョンソングコンテストでは、トルコにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。トルコは1975年大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。この時トルコ代表として参加したのは、セミハヤンクのシニンレビア・ダキカであったが、その後1990年代まで目立った、好成績を上げることはなかった。 イエルサレムで行われた1979年大会では、トルコは、不参加となった。トルコ代表には、マリアリタ・エピクト21ペロンの曲、セイビアームが選ばれていたものの、イスラエルで開催される大会に、イスラム教徒が人口のほとんどを占めるトルコから参加することに関して、アラブ諸国から反発を受け、参加を取りやめた。1999年大会での歌う言語の自由化と、 1997年大会での電話投票の導入以降、トルコはそれ以前に比べて格段に高い評価を受けるようになった。1997年大会でトルコはシェブネムパケルのディーンレイで3位となった。2003年大会ではセルタブ、エレネルのエブリーウェイザット、アイキャンで大会に参加し、初の優勝を収めた。 わずか2ポイント差でベルギー王を破る新勝であった。2003年のセルタブ、エレネルの優勝により、2004年大会はトルコで行われることになり、大会はイスタンブールで行われた。地元開催となった、この大会では、トルコからはアテナのホーリアルで参加し、4位となった。2007年大会では、ケナンドールのシェイクイットアップスカリムが再度4位と検討した。 2009年大会では、トルコ国営放送による内部選考によって、ハディッセがトルコ代表に選ばれた。ケナンドオール、ヘルシンキでの2007年大会にて、モルベイテシ、ベオグラードの2008年大会にて、トルコから高得点が送られた国々、トルコに高得点を送った国々、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。 ありがとうございます。